そういうのはなんか聞いてて嬉しい。うん、いやあんまりないですもんね、そういうのね、ラジオならではというか。そうそう、うん、あ、ちゃんと塩入れされてる。これ今喋ってるのも岩崎圭っていうアナウンサーなんですよ。あの空手やってて、あの山形県民からは兄貴って言われてるアナウンサーなんですけど、すごい慕われてて、で移動の話もあったんですけど、うん、ファンが止めたって引き止めたっていうアナウンサーで、ホツビーさんの先輩ですか。わかんないですけど、もう絶対なんか嘆願書出したらしくて、軽妙ですよね。そうです。ホスビーさんの先輩って言ってましたね。で今偉くなっちゃって、と、まあこうやって実際に喋ってるんですけど、会社では部長クラスなんで。去年、あ、今年か、今年うちに突然電話来て、あの、FM 山形の岩崎ですけど、とか言って、いつも聞いてますよ、とか言って、そしたら普通に淡々と、こういう取材があって、受けてほしいんだけど、どうですかみたいな、テントに話してくれて、すごい。岩崎系。男性から性別変更した女性が、なんか本当最近テレビだと余計な情報ばっかり入ってくるのは嫌で、まあ情報っていうかあれですよね、音声